困難救助隊です、1068回目になります YouTube です。これですね、黒田武宏です。これです。こんな話しようと思います。今年の1月23日に急性心筋梗塞発症しましてから62日目なんですね。2024年の3月24日日曜日、何時になるんだ今、10時45分くらいですね。10時45分くらいですね。1068回になりましたかね。令和6年ですよ。2024年はね、3月24日。今年はね、茨城県、千葉県あたりも、去年より桜の開花が若干遅れてんじゃないですかね。今日も寒いんですよね、もうね。曇っちゃってますから、薄日が差しても本当に薄い感じで、もう雲一面ですね。明るさはあるんですけどね。もちろん灰色がかってますけど。松本清張の短編で、明治時代の話ですね。これなんて連城って読むんですか、恋情ですか、恋情け、連城ですかね、恋の情けって書いてね、これもね、なんかこの好きな人にこう好きだと言えない、これのね、悲しさっていうか悲劇っていうか、これ難しいですよね。こう一方でね、こう誰かともなくこうやってナンパしみたいにこう喋っちゃうようなね、そういうアンバランスができちゃったんですね。なぜかこれはね、やっぱり早いうちに見合い結婚をさせるっていうこの仕組みを壊しちゃったからですよ。これの弊害っていうのはもう薄汚れてしまった郊外時代の空気みたいに分かんないですか。これ染まっちゃってたらもう周りがそうだと分かんなくなっちゃうんですよね。で、今日の茨城新聞に、SS 党の酒井純子ね、負け犬の遠吠えですよね。私より1年上なのかな、この人ね。夫婦の分業制を晩婚化少子化の一因になったんじゃないかって言ってますけど、逆です。これ酒井純子間違ってます。これこの人はやっぱ固定観念にやっぱり空気に染まっちゃったんですね。これね、これね、染めたまま終わっちゃいますね、これ結局ね、人類はね、っていうか日本人はね、逆ですよこれ。なんかね、なんだ、杉浦美幸じゃなくてね、同世代の女優ですね、アイドルですね、杉浦美幸じゃなくて、杉浦直樹が旦那やってね、で八千草薫がね奥さんで、旦那がね、あら、ちょっとこれダメだ、今ですね、宅急便屋さんがね、大和さんが物届けに来てくれて、それでちょっと中断しちゃったんですけど、ちょっと音楽もちょっと止めちゃったから、先ほど言いましたようにね、1月23日に、急性心筋梗塞でこう、今ちょっとまだ本調子じゃないですけど、職場復帰もしてなんとなくで、今日休日ってことですけどもね、ちょっとこう胸につけて心拍数測るっていうなんかアプリと連動するみたいですけどね、スマートフォンとかとね、なんかそういうのちょっと買ってみて、それ届いたんですよね今日ね。それで、ちょっと運動しながら心拍数も見ようかなっていうようなの、そんなちょっと、アイテムをね、買ってみたんですけど、それでちょっと中断しました。今受け取ってね、だから今日の茨城新聞に載ってた酒井純子 SS とのね、
TBS のね1977年だったんです。私10歳の時ね、岸辺のアルバムを見たそうなんですけど、まあ、もちろん再放送というか録画、何かね、CS かなんだか、そういろんなね、なんですか、よくやや、なんですか、いろいろよくわかんないですけど、DTV とかね、なんかいろいろ、Hulu でしたっけ、なんかよくわかんないけど、なんだっけ、Amazon プライムのね、いろんな、そういった、なんだか何がでやってたかわかりませんけど、そういうのを見たんでしょうけどね、うん。でもね、この酒井順子が、そういう夫は仕事で、女が主婦みたいな、それの分業制が、結局、晩婚化少子化を助長してしまったみたいに言ってますけど、逆です、これね、逆です。逆っつうかね、こういう酒井順子みたいな考えの持ち主が、少子化とか晩婚化を、作っちゃったのに、だから自分が悪いのにそれをこう社会のせいにしてっていう、まあ、私と同じですね、全くね、同類愛哀れむですけどね。まあ、酒井順子はなんかでもなんかね、卑怯者ですから結婚もしないで同性相手みたいのいるような感じで、でこのない人生とかね、まあ読んではいませんけど、子供作んないでね、まあ、それでなんか後ろめたいじゃないですか、この人はね、本当はね、うん、私と同じですよ、だから同類です、 こいつは酒井順子はね、まあ一つ上ですから、そのくらい言ったっていいですよ、順子なの。おー純子、君の名を呼べば僕は、悲しくもなんともね、うん、メガネ女ですね、俺取りますよ。で酒井純子はね、間違い、大間違いです、これ。いい気になってこんな新聞に載せてますけど、間違ってますこれ。だからこの間違いを指摘してあげるのが、なんていうんですか、思いやりです。あのね、夫婦が分業してた高度成長時代とか、そんな時の方がまだ人口は減らなかったんですから、これこの一言でわかるでしょ。だからそういう社会人口みたいに晩婚化少子化の一因が夫婦分業制とかそういうのだったんじゃないかなんていう人が多くなっちゃったから、少子化晩婚化になっちゃったんですよ、少子化になっちゃったんですよ、未婚化とか、わかりますこれ。だからすごいね、社会人口っていうのは、自分だからね、正しいは正しいんですけど、酒井順子みたいな人が増えちゃったから少子化晩婚化になっちゃったわけですよ、うん、だ非常に複雑です。なんていうんですかこういう人をね、うん、なんていうのかなこの人、こういう人なんていうんですかね、うん、私も近いんだこれね、困難救助隊とか言ってて、うん、でも分業制を批判してる時代でこの人は間違ってます、酒井順子はね。ちゃんと分業で男性が仕事をして、それをサポートして主婦として頑張ってきた女の人たちは増やしてましたから、人口を、子供3人4人もそれでも育ててね。だからすごくね、この酒井順子としてはコンプレックスがあって、本当はもっとこう、こんなゆ、あの、何ですか、まあ、短絡的にこうただしょっぴいちゃうような人間じゃないですね、うん、この人のコンプレックス、複雑性をこう正してあげるっていうのが正しい、日本を良くする方法ですね、うん、金とか家とかこうカタカナで書いてありますけど、まあ、お金もね、まあ、水原一平と大谷翔平みたいな関係になっちゃうとわけわからなくてね、疑惑になっちゃいますし、疑惑って言ったらね、だって松本ね、ダウンタウンね、ひとしにしろね、サッカーの伊藤純也っていう、なんか髪の毛の色が違う人ですか、なんかね、日本全国が乱交国家だから、フリーセックス国家にしちゃってるから、偉いね、自民党とか政府とかがね、しちゃってるから、まあ、野党だって同じですよ、同類です、だから、疑惑が起きちゃうんです、ちゃんとした社会だったら疑惑なんかないですから、これ、うん、家って言いますけど、その家族を、3世代同居とか4世代とかこうちゃんとやってた人たちは
こう基盤を作ってちゃんとやってたのに、それに反対した人たちがぶっ壊しちゃったわけですよ。で核家族が個人主義になっちゃってね、男女の愛までもみんなバラバラしちゃったわけです。分解しちゃったんですよね。科学的分解じゃないと思うんですけど、それがね、今の日本衰退の原因で絶滅に至る危機感を持って海外の人に助けてくれって言わなきゃなんないかどうかっていうような瀬戸際になっちゃったのは、だから堺淳子みたいな考えの人が増えちゃったからこうなっちゃったわけですか ら、 非常に複雑ですよこの人はね、で堂々としてますけど、本当はねコンプレックスがあるんですよ。だからきっと内心の内心で深い潜在意識の中ではまずいなと思ってるんですけど、それでこうやって言い訳のように言っちゃうんでしょうね。だから私も同じですよ。これ結婚できてたら、で子供も育ててることができてたら、こんなん絶対やってませんよ。情けは人のためならずで、だから複雑ですよね。まあどっちにしろ腹黒いですよね。悲しい社会ですよ。だから堺淳子みたいなエッセイを生んちゃうっていうのも社会が悪いからだから、だから結局同じですね、私の言ってることもね。だけどこの堺淳子が間違ってるのは、夫婦の分業、男が金稼いで女の人がサポートをするっていうことを批判するっていうことが間違ってます。これはそれでちゃんとやってきて、ちゃんと子育てした立派な主婦の人は いっぱいいましたのに、こういう堺淳子みたいな、ね、自分が子供を産まないでね、なんか内縁の旦那みたいな人と一緒にいる人が壊してきたんですから、これね。でブーメランで言うと、私みたいに結婚できない人が子供産めませんからね、結婚できないわけですからね。中には乱交でね、誰の子か分かんないようなね、人をね育てちゃったり、逆に逃げちゃったりする男女もいますけどね。まあぶっ壊れてますけど、だから伝統的なね、結婚制度を大事にすればよかったのに、ぶっ壊しちゃったからダメになっちゃったんですよ。だからね、だから松本清張はこれ恋情って、恋情か恋情か分かんないですけど、恋の情けって書く作品で、どうしてもこの好きな人にこう思いを告げることができなくて、まあ悲劇的になってしまった話なんですけど、だ夏目漱石の彼岸過ぎまででしたっけ、それもね、なんかこうそんな話でしたから、なんか好きな人にこう告白できないことで悲劇が起きてしまうっていう話でしたから、松本清張はそれを読んでなんかインスピレーションを受けちゃったような気もしますし、そうでもないようないろんな作品もあったしね。まあとにかくね、明治のその時代の話ですけど、だから明治昭和ときてね、大正、明治大正昭和ね、平成令和ときてね、まあ時間の長さから言っても明治と比較されると思うんですよ、昭和っていうのはね。で大正から平成だと思うんですけどね、比較されるとしたらね、まあ平成の方が30年って倍、大正の倍になりましたけど、でまあ令和がどういう位置づけをするか分かりませんけど、まあ長さとはまあ関係ないかもしれないですよね。後付けですけど全部ね。だ結局そういうこう若いうちにほどほどの人と、どうしてもダメだっていうのはこう人間の感覚であるわけですけど、それだって縦組む虫や好き好きとか人によって違いますから、これ好きなタイプっていうのは。だからうまくできてるんでしょうけど、だけどほどほどの人と若い頃20代前半には恋愛じゃなく見合い結婚してれば、かなりのね7割8割のね悲劇はなかったかもしれない。もちろん恋愛結婚して幸せにね好きな人と暮らせて子供も育ててっていう人ももちろんいるんですよ。だからどっちもいい面もあるんですけど、だけどぶっ壊しちゃう人がいるんですね、片方の良さを。だから私もね、恋愛結婚で幸せになった人をがいるのに、それを批判してぶっ壊すのは変ですよ、ちゃんとやってるんですから。だけど一方でそういう、まあ、堺淳子もそうですけど、恋愛主義者みたいなね人たちが
なんていうんです、家とか家制度とか言って悪い意味に捉えるように脚色しちゃって、そうするなよって言いたいんですよね。で未来結婚だってほとんどなくしちゃったじゃないですか。それで今婚活とかそんな形を、アプリ婚活とかね、あと見合い相談所とかね、そんな形を変えて結局金儲けやってるんじゃないですか。昔はまあその間にはいろいろバリエーションがあってね、企業社会にしちゃいましたから、この日本がね、家より企業にしちゃいましたから、だから企業の悪口言う人はいませんよ。だって企業に大体人はいますから、言えませんからね、忖度しなきゃいけませんからね。まあ水原一平みたいにね、大谷翔平と忖度し合ってるのか、ドジャースも含めてね、まあアメリカも日本もアメリカの忖度かとかねありますけどね。だけどやっぱりそういう結婚、見合い結婚を壊しちゃったから、そういう日が過ぎまでとか松本清張でいうと連城ですよね、夏目漱石とか、そういう問題をねやっぱりこう察知するのが文学でしょうから、そういうのでこんがらがっちゃったんですね。人間誰でもね、こうやって逆にね、化け物はねナンパしまくり野郎になっちゃいますよ。会う人間にみんなこう口説いちゃうようなね、それでこう純粋な女の人たちが怪我されちゃって、傷物にされちゃって、もういいわ男なんてって言われて、それでこう男たち、真面目な人たちはこうもどかしくて言えませんから、で昔は見合いで結婚させてもらえてた人が多かったから、ほどほどにね、だから結婚できてたわけですよ。だからそのアンチテーゼとして、今の令和生まれの若者が、俺たちは恋愛は面倒くさいから、コスパ悪いから、タイパ悪いから結婚だけしたいんだよねとか、だから私らの世代とかその上の世代への反抗ですよこれ。そいつらが恋愛乱交フリーセックスしちゃったから、日本ぶっ壊れちゃって、汚い性病社会にしちゃって、性病国ですから日本って国は。梅毒もエイズも増えてますよね。だからコロナだって増えちゃいますよ、こんな国だったら。乱交国ですもん。まあ浅野山はちょっとね頑張りましたけどね昨日はね、相手ぶっ壊すほど頑張っちゃいましたけどね。タケル富士はだって千代の富士尊敬してるって言いますけど、大和タケルみたいに尊敬の尊ですもんね。で浅野山がね、朝の山ですけどね、まあ爽やかな名前ですけどね、コロナ時代にねホステス口説いちゃおうとしちゃったみたいなね、真面目な顔してね、あれでね、まあ元気ありますかね。そしたら政治家もね、元気があるとか言われたらね、役職辞めさせられますからね。そりゃそうでしょうね。もう反省してんでしょうけどね、阿炎とかね、朝の山はね、反省してね、反省しなくちゃ、だから結局そういうことです。真面目な人たちはほどほどの人と恋愛じゃなく見合い結婚させてもらってたのに、それをぶっ壊しちゃったから今度は乱交社会にしちゃったんだよ日本は。ダメだよこれじゃ。